今日は山本キッド範文選手についてちょっと話したいと思います。のりさんに自分が初めて会ったのは、ちょうどのりさんが総合格闘技始める時ですね。なんでお互い多分20代前半くらいだったと思います。のりさんがちょうど大学辞めて総合格闘技始めるっていう時に、遠征井上選手、遠征さんがジムに連れてきた、その時が初めて自分がのりさんに会った時ですね。ピアブレッド大宮、埼玉県の大宮市にあるピアブレッド大宮に遠征さんがグアム人と一緒に連れてきて、で最初のりさんのことグアム人だと思って1週間ぐらいグアム人だと思ってて、でその後日本人だって気づいて、のりさんはアメリカに留学してて英語もすごい上手だったんで、顔もすごい彫りが濃いしハンサムなんでグアムの人かなと思って最初で、それから一緒に練習し始めた感じですね。のりさんの一番すごいところ、すごいところはすごいたくさんあるんですけど、一番やっぱりすごいところは、のりさんとスパーリングしたことある人はみんなそう思うと思うんですけど、拳がすごい硬いんですね。拳が硬いっていうのはすごい表現が難しいんですけど、なんていうんですかね、当たった時に痛いんですよ。重いとかパンチスピードがあるとかじゃなくて、パンチが当たった時にこの硬いんですね。石の拳っていうんですかね、当たった時にグローブが薄いんじゃないかって思う感じで痛い感じがするんですよね。アルバート・クラウスとか石の拳だったって言われてたみたいですけど、多分そういう感じなんじゃないかなって自分では思います。スパーリングでは16オンスのグローブ使ってたんですけど、なんかあまりにも痛いからスパーリング終わった後にノリさんのグローブ見に行ったんですよ。チェックしに行って薄いの使ってんじゃないかなと思ってチェックしに行ったら、やっぱり普通の16オンスグローブで、でやっぱり他の人に聞いてもやっぱり当たるとなんか普通の人と違う感じがするんですね。なんか当たった時にこの皮膚の感じが伝わってくるっていうんですかね、この痛い感じがするんですよ。ガツンっていう感じがして、それが多分自分の中ですごいインパクトがありますね。レスリングとかそういうのは強いっていうのはもうみんな分かってるんで、分かってると思うんですけど、それがすごい印象的ですね。あとはやっぱり体がすごかったですね。筋力が強いとか特別、筋力はもちろん強いんですけど、特別なんかものすごいバーベル上げるとか足がすごい速いとかそういうんではなかったんですよ。一緒にダッシュしても僕よりは全然速いですけど、特別速かったわけじゃないし、バーベルとかも特別重いの上げてたわけじゃないんですけど、やっぱ体がもう常に試合前の体してましたね。大体格闘技の選手って試合に向けて減量して、試合の時はすごいいい体してて、普段の時は少し脂肪が乗ってるような、大体そういう選手が多いと思うんですけど、ノリさんに関してはもういつも体してましたね。もういつでも試合できるような体、もう血管がこう体に走ってて、すごい体脂肪が少ないっていう、いつも常にそういう感じの体をしてましたね。なんかいっぱい食べても全然体重が増えないっていうことはよく話してました。で、そうですね、やっぱりそこが普通の選手とは全然違いましたね。体がすごいし、試合前じゃなくてももういつでも試合できるような体してたし、なんで減量とかほとんどしてなかったと思いますね。シュートの時は65で試合してたんですけど、ほぼいつもそれくらいだったんじゃないかなと思います。逆に試合前は体重が落ちすぎちゃうからって言って結構食べたりいっぱい食べたりしてたんで、ほとんど減量はなかったんじゃないかと思います。で性格的にはすごい優しい人でしたね。テレビとかで
見るとなんかちょっと怖いイメージがあるんで、僕もよく人にすごい怖かったんじゃないですかみたいに聞かれるんですけど、あのすごい優しい人でした。なんか近寄るなオーラみたいな、そういうの全然出してないし、あんまりピリピリも普段はピリピリもしてないし、あ、特に動物に対してはすごい優しかったですね。もうみんな知ってる人も多いと思うんですけど、いろいろ保護活動とかそういうのも してたみたいな、まあ、僕といる時は全然そういうのはしてなかったんですけど、なんか一緒に練習終わってのりさんの家でご飯食べてて、僕とバレット吉田とのりさんで3人でご飯食べてて、のりさんのアパートがジムのもう目の前だったんですね。もうジムから本当に歩いて1分ぐらいのところにあって、でそのアパートの前になんかドブ川みたいのがあって、そこで猫が、あの子猫がなんか溺れてたんです。溺れてはないんですけど下に落っこっちゃってて、それでなんかのりさん裸足でそのフェンス乗り越えて汚いドブの中どんどん入ってって子猫助けたりとかしてて、あ、すごい優しいなって